るか。それに秋山さんも。秋山さんがここで話をしたいって。話？ああ、話ってのは他でもない、この事務所のことだ。山浦さん、あんたにも聞いといてほしい。ええ。それで事務所がどうかしたんですか？さっきパクさんの帳簿を見つけてね、うちが貸した金金庫からなくなってたって話だったけど、実際はそうじゃなかった。帳簿で確認したよ、もう使い切っていたんだ。え？パクさんは遥ちゃんがプリンセスリングで優勝することを信じて、事前にデビューイベントを興行するための準備をしてた。ええ、それは知ってるわ。社長ずっと東京でライブイベントやるって話してたからな。でもさ、それがとんでもないのよ。パクさんは本当にとんでもないステージを用意してたんだ。3億もの大金が消えたわけも分かったよ。どういうこと？彼女の抑えていた会場は日本ドームだ。え？日本ドーム？新人のメジャーデビューイベントで？そんな人数集まるわけないやん。彼女のことだから何かしら考えはあったんだろう。今となってはそれもわからないけどね。道理で社長が東京のイベント会場を教えてくれへんかったわけや。いくらなんでも無茶すぎるって。でも社長にとっては日本ドームでコンサートをやることが重要だったんだと思います。どういう意味？社長言ってました。アイドルだった頃の社長が、あと一歩のところで立てなかったステージが日本ドームだったって。多分あの場所にはいろんな夢が詰まっていたんだと思います。はるかちゃん、君はどうしたいんだ？社長が残してくれた舞台が日本ドームにあるのなら、私はそこに立たなきゃいけないと思うんです。パク・ミレイの夢を継ぐ最後のアイドルとして。けど言うても社長も堀江君もおらなどないもん。山原さん、あんたがいるじゃないか。私？遥のマネジメントぐらいやったらともかく、コンサートの上なんか無理や。そんなノウハウ持ってへんもん。私もいますよ。クリスティーナさん。海外でもっと大きな規模のイベントを仕切ったこともあります。私が山浦をサポートしましょう。それに一度受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものです。私の仕事は遥を一流にすることでしたから。せやけど、ほんまにドームでライブなんてできると思ってんの、あんたら。パク社長のことです。会場を抑えただけなんてことはないはず。運営スタッフはすでに確保されていることでしょう。まずはそのあたりを確認していくんです。できるかできないかはその後判断しても遅くはありませんよ。山浦さん、お願いします。わかったわ。ほな、もう少し様子見てみる。ちょっと時間ちょうだい。秋山さん、その帳簿を見せてくれる？何がどこまで進んでるんか、お金の流れ見て方々問い合わせてみるから。それでこそダイナチェアのスタッフですよ、山浦。ありがとうございます、山浦さん。今日からこの事務所のボスはあんただ。あんたならパクさんも納得してくれるはずだよ。堀江ちゃんもね。空を気に。はるかちゃん、後のことは山浦さんたちに任せて、君も自分なりの準備を進めるんだ。それが社長との約束だったんだろう。いいね。ありがとうございます、秋山さん。おお、かかってきた。はるかちゃん、多分神室町の人弁士だ。ええ。もしもし。スカイファイナンスの秋山社長。ええ、そうです。あんたの秘書って女の子から連絡もらってね。あんたと話せってさ。人弁士さんだね、神室町の。いちいち確認を取らなくていい。何か仕事か？悪いんだけど、頼みたいのは偽造の仕事じゃない。もちろん報酬は払うけどね。実は、大阪の人弁士を紹介してほしいんだ。蒼天堀界隈にいないから。何を頼むつもりだ？遺書の偽造。
ある人の筆跡を真似て偽の衣装を作ってもらう。なるほど。それなら一人心当たりがいるよ。連絡先わかる？さあな、仲良しってわけじゃないんでね。ただ蒼天堀の方眼寺横丁にバークレストって小さな店があるはずだ。そこのマスターに聞いてみな。どうも。礼は花ちゃんから受け取ってくれ。よろしく。方眼寺横丁バークレストか。はるかちゃんの入れる店じゃないな。もう夜も遅いし俺一人で行くよ。いいね？ええ、わかりました。私はここで待ってます。何かあれば言ってください。なあ。お？ん？うん。お気に。ちょ、待てや。待てちゅうとんねん。一緒に遊ぼうぜ。やりますかね。いくぞ。ここか。人弁師の言ってたバークレストって店だ。いらっしゃい。どうも。あんたよそもんか。なんでまたこんな小汚い店に。小汚い？味があって結構な店だと思うよ。注文は？そうだな、衣装を偽造してほしいんだけど。うちは酒しか出されへんで。なんか勘違いしてるんちゃうか。神室町の人弁師から聞いてきたんだ。俺はこういうもんでね。悪いが、もう店閉めるとこや。帰ってくれ。愛想のないマスターだね。
はい、もしもし。秋山さんか。お宅は？さっき店で話したばかりや。バークレストのマスター？はあ。やっぱりあんたが人弁し？いや、そうやないけど、あんたに会わせたい人間がおる。小副町の駐車場に来てくれ、今すぐにや。こっちの都合はお構いなし。嫌なら結構や。ちょっと、そこのおっさん、ボコボコにしてやるよ。しつこいやつだ。罠か。あんた何者や。名刺渡したろ。スカイファイナンスって金貸しやってるものでね、人弁士を探してる。ただそれだけさ。仕事は遺書の偽造やったな。一体どういうつもりや。何を探ってる。どういう意味だい。もしかして最近同じような仕事でも受けたのかな。あまり舐めた口聞けないようにした方が話がはかどりそうやな。奇遇だね。俺もそう思ってたところさ。死なん程度に痛めつけたれ。悪いけどこっちもいろいろあって気が立ってるんだね。遠慮せずにやらせてもらう。死んでも文句言うなよ。
これでやっと落ち着いて話せるな。くそ。ナイナチアのパク・ミレイ知ってるな。誰も助けに来ないぜ、こんな場所。時間はいくらでもある。素直に話さないとこれ以上優しくできないよ。分かった。彼女の遺書を偽造したんだろ。さな、ただ俺は遺書を偽造したい中客を人弁士に紹介しただけ。その客とは電話で話しただけで直接おたりはしてへん。ならその人弁士を教えろ。そいつのところへ連れてってもらおうか。分かった、案内しよう。